伊達さゆりの伊達にラジオやってません。皆さんおはようです。伊達さゆりです。この番組はいつか伊達にラジオやってませんと胸を張って言えるようにリスナーさんの力を借りつつたくさんの笑顔をお届けしていくラジオ番組です。始まりました第94回。皆さん100回記念まであと6回です。もう1月10日ですけれども、皆さんお正月気分はどうですか？抜けておりますか？はい、私はですね、まだまだ年を明けていない空間にいます。はい、ちょっとね、ちょっと世界が皆さんとまだ違うところにね、遅れているんですけれども、はい、そして目の前にはまだお雑煮がありますということでね、先週の聞いていただいた方はわかると思うんですけど、先週ね、3種類のお雑煮をいただきまして、番組内でね、まだ目の前にあるっていうことは1週間ずっとここにお雑煮を置いていたということになりますので、はい、でもね、ちゃんとね全部いただきましたのでありがとうございました。めちゃくちゃどれも美味しかったです。やっぱ白だしいいな。お味噌汁作るとき白だしでやってみようかななんて思うんですけれども、まずお味噌汁を作りません。私はお料理をしないので、はい、すいませんね、ありがとうございます。そして今年もね、なんか始まったとか言ってますけれども、多分ね、やっという間にもう1月2月3月過ぎていって、夏が来て冬が来て1年終わっちゃうので、もうね、毎日毎日大事にね過ごしていければななんて思います。それでは早速今回も始めていきたいと思います。伊達さゆりの伊達にラジオやってません、スタートです。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。改めまして、伊達さゆりです。まずはちょっと近況トークのお時間でございます。皆さん、最近私がちょっとプチハマっていることを、教えたいななんて思っております。それはね、やり始めたのは去年の本当に終わり頃かな、12月末ぐらいなんですけど、本当にねちょっとしたことなんですけど、お風呂あるじゃないですか。お風呂のこう洗面所っていうのかな、洗面所とこうお風呂って大抵同じとこにあると皆さん思うんですけど、そこの照明、電気ライトを今までだと全部こうつけてお風呂に入っていたんですけど、今ねちょっと私あえて電気をほぼほぼ、まあ、見えるんだけど、もう真っ暗に近い感じにあえてして湯船に浸かるのにすごい今ハマっていて、エモい感じにね一人でこうしてますね。はい、もうすごい湯船に浸かってスマホでねゲームするのが幸せ時間でございます。いや、結構ね、自分のちょっとこうちょっとしたミスが招いたいい感じの、はい、リフレッシュ方法だったので、ちょっとこれ2024年も取り入れてみようかななんて思っております。そうね、今さ、私はもう家にねもう設置されてあるライトでエモい雰囲気を醸し出してたんですけど、バスキャンドルとかさあるじゃない、なんかねこう自分でお風呂場に持って行ってこうちょっと小型のね、なんかこう湯船になんか浮かせるやつとかもあるじゃないですか。そういったのもね素敵ですよね。いや本当に綺麗なんですけど、私はちょっとまだ照明頼りになっちゃってますね。はい、でもなんかああいうの使えたらすごいこうなんか女子力が高いってね、なんかインタビューとかで、伊達さんが今ハマっていることって何ですか、ああ私は今バスキャンドルにハマってますみたいなこと言ったらうーってこうなりますよね、なんかうーん、伊達ちゃんバスキャンドルみたいな湯船に浮かせちゃってごめんなさいね、なんか1月10日です。はい、まだ開けてないうちに収録しています。テンション上がっております。お許しをお願いします。それではここからはリスナーさんからのメッセージもご紹介していきたいと思います。まずはハッピーネームよしのりさんからいただきました。ありがとうございます。伊達ちゃんおばんです。先日の伊達ラジでコンビニの中華まんを頼めないとおっしゃっていましたが、
私も頼めないんです。一緒です。伊達ちゃんと理由は違うかもしれませんが、頼むと店員さんにレジ以外の仕事を増やしてしまって申し訳ないなという気持ちと、後ろのお客さんのことも気になって、特に一人だと頼めないです。中でも一番頼めないのはおでんです。今の季節どのコンビニにもあるおでんですが、生まれて一度もコンビニのおでんを頼んだことがありません。ましてや食べたこともないんです。食べたい気持ちはありますが、自分にとってはとっても高いハードルなんです。そこで伊達ちゃんはコンビニのおでんは頼めますか？今さら周りの友達にコンビニのおでんの頼み方なんて聞けないので、伊達ちゃんぜひ教えてください。よろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、去年ですね、コンビニに、レジの横に置いてあるあのホットスナック、中華まんとかいろいろあるじゃないですか。でそれをこう店員さんに、あれ口頭でさ、言わないとっていうのが多分ほとんどのコンビニがそうだと思うんですけど、だからなんかね、こう急いでる中、すいませんピザまん一つっていうのがちょっとこうね、周りの方はいいんですよ、周りの方がそういう風にやってるのを見ても全然何とも思わないんですけど、自分がそれを言うってなるとちょっとなんか恥ずかしいみたいな気持ちが出てきちゃうっていう、店員さんに、あ、この人中華まん食べるんだっていう風に思われるんじゃないかみたいな、そりゃ思いますよ、だって頼んでるんだもんこっちはね。だからそれがちょっとこうなんかね、なんか考えすぎでね、頼めないんですみたいなことをねちょっと言ったんですけれども、吉典さんはおでんが中でも頼めないと、もう吉典さんとハイタッチしたい。私もおでんは絶対一番無理です。でもおでんは大好きなんです。おでんは悪くない、あれ全然おでんは悪くないし、コンビニも店員さんも悪くない。悪いのは自分のこのいらないいらない、何これ、プライドともまた違うよね。なんかだっておでん食べたいし、最高じゃないコンビニのおでんって。だけどあれだけなんかおでんこの具材が好きなんですって去年のダテラジでお話ししてたけど、吉典さん、私もコンビニのおでん頼んだことないの。そう、意外でしょ。そうないんですよ。だからでも吉典さん、これは一緒に2024年、冬、今のこの2024年の始まった冬と、2024年の終わりの冬挑戦しましょう。小声で頼むからいけないのかななんて思います。うん、例えばですけど、その中華まんもそうですけど、すいません、中華まんとあんまんとおでんください、これぐらいで言うからダメなの。分かっちゃった私。あえて堂々と、あ、すいませんって、もうおでんいただいていいですかって、もうみんなの視線を集めちゃうくらい、そっちの方が恥ずかしくないと、なんか人頼んで恥ずかしいんだろうなって思われるのも恥ずかしいから、もう頼むことに対して何とも思ってないですよ、私はおでん大好きなんです、食べたいんですっていうのをもう全開にしていけば誰も何も思わないし、自分も何とも思わないです。でも多分こんなこと大きい声で立てらしで言ってるけど、いざ自分がコンビニに行ったら絶対にできないし、やらない絶対やらない。そうでもね、その声小さいとね、聞き返されちゃって2回言うことになっちゃうかもしれないから、1回で済ましちゃおうということ。あ、考えすぎって言われちゃったけど、じゃあもうでもどうしようかな、じゃあ諦めよっか今年は諦めよっか。もしかしたらさ、2025年にはできるかもしれないからさ、2024年がたまたまできない年かもしれないから、そこは考えないでいきましょうよ。ということで、じゃあ今年は諦めましょう。続きまして、ハッピーネームやちなおさんからいただきました。ありがとうございます。だれちゃんおばんです。おばんです。先日仕事の関係で仙台に転勤となった友人が久しぶりに遊びに来てくれました。その時に仙台土産として陣中さんの牛タン仙台ラー油を買ってきてくれました。このお土産初めて食べたのですが、すごく美味しくて箸が止まりませんでした。仙台土産といえば萩の月でしょと思っていましたが、まだまだ仙台のことは知らないことばかりだなと実感しました。白米との相性が抜群な仙台土産だったので、伊達ちゃんも食べたことがあるのかなと思い、メールを送らせていただきました。いただきました。ありがとうございます。私ももちろん食べたことございます。これ大好きで、
あのね、ちっちゃい頃からあの親戚というかがもうめっちゃ買ってたの。その親戚のに何かを送る贈り物として結構ね、やっぱ結構喜ばれることが本当に多くて、この陣中さんの仙台牛、仙台牛、あの牛タン仙台ラー油、そうそうそう、だからね私もね食べてたんですけど、あのねラー油って書かれてるんですけど、私もね辛いのが正直ね得意ではないんですけど、これねすごいちょうどいいピリ辛具合で、あのすごく美味しいんですよ。もっとね辛いものとかあったりするんですけど、すごいね、私でもこんな辛いのが苦手な私でも箸が止まらなくなっちゃうものなんですけど、だからね瓶にこう入っているんですけど、マジですぐなくなるんですね。その牛タンがその瓶の中にゴロ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 入っているので、もしこれ食べたことないよって方とか、仙台に今度行くから、宮城行くから今度買ってみようかなって思う方、結構ね気に入ったなって、美味しいなって思ったら結構ね量を買うことをおすすめしちゃいます。私1個ねすぐなくなっちゃうの、これそれぐらい美味しいのでおすすめでございます。あの仙台ね2024年行かれる方、いろんなもの食べてみてください。なんかさ今さ、はらこ飯だっけ、はらこ飯何かで売ってるって聞いたんですよね。そう前ね、なんかね応援してくださる方が送ってくれたんですよ。伊達ちゃん、はらこ飯が今食べる、もう肝心などこで食べれるとかを今思い出しちゃった。そう今ねなんかね食べれるんですよ、はらこ飯。皆さんぜひ買ってみてください。ごめん情報がゼロで。そうあなんかね炊き込みご飯の上にイクラとか鮭とかが乗ってる、すごいシンプルなね美味しいものなんですけど、はらこ飯っていうんですけど、なんかねすごいこう今なんか本当になんか今パッと思いついちゃったからどこでやってるかとかちょっと忘れちゃったんですけど、なんか手軽にね食べれる場所があるとかなんか買えちゃうみたいなので、皆さんぜひ2024年食べてみてくださいね。続きましてハッピーネームリリカルトリガーさんからいただきました。ありがとうございます。サイリンおばんです。おばんです。突然ですがサイリンはネット通販は利用しますか？します。私はネット通販での支払いはクレジットカードが多いのですが、何度も買い物をしているとポイントが溜まってきます。でも欲しいものをポイントで買いたいという変な欲が出てきてしまい、なかなか使うことができません。サイリンはクレジットカードやお店のポイントカードで貯まったポイントはこまめに使う派ですか、それともある程度貯めてから一気に使う派ですか、っていただきました。ありがとうございます。これは狙ったお便りなのか。クレジットカード最近使っちゃってます。結構なんかしかもさ、なんかね何に使ってる、まあ、欲しいものに使ってるんだったらまだいいんですけど、漫画のアプリとかそっち系に使っちゃってます。結構スマホに、投資してしまっております、お金を。なのでちょっと怖いんですけれども、はい、ちょっとこうバレちゃってるのかななんてもうお便りで思っちゃったんですけど、はい、私はそうだな、どっちだろう、貯めてから、でもあれもありますよね、アプリとかで美容院とか、それこそアプリで予約するとなんか例えば1000ポイント1ポイント1円だったら1000ポイント貯まってますけどどうしますかみたいな聞いてもらえることがあるんですけど、なんか私も自分でいくら貯まってたら使うかなって、まあ、こういうこと考えたことないからさ、さっきこうちょっと考えてみたんですけど、私の中でボーダーラインが見つかりました。それは300円でした。はい、ポイントが300円、まあ、300ポイントですね、貯まってたら使っちゃえってなりますね。はい、300ポイント以上あれば使っちゃうんですけど、250ポイントとか250円今ありますけど使いますかとか、そう美容院とか使いますかって言われたら、わあチャージ買いでいいかなみたいな感じになるんですけど、なんかで、ね、300円を超えると何かこっちドッキリんじゃないかって思っちゃうんですよね。なんかなんでかわからないんですけど、300って数字が好きなんですかね。なんかそのなんだろう、まあ4桁いったら絶対私使っちゃうんですよ。その1000円とか3000円とかいったらもうふーっても使っちゃいますよね。もう最高なんて思っちゃうんですけど、通販とかありますよね。洋服とかもねありますもんね。でも、ね、洋服とかちょっと洋服はまだしもちょっとこう美容院とかねちょっと
お金が少し少々かかっちゃうよって場合、300円でなんかねえ、まあ、安くはなるけどそんなに気分的に変わるかって言われると難しい微妙なラインではあるのですが、私は300円がボーダーラインです。自分で、はい、なんかなんでかわかんないんですけど、ちょっとこの謎をちょっと2024年のうちに解き明かしていきたいです。はい、新たな抱負が見つかりました。ありがとうございます。はい、皆さんの気になるのはこれ微妙に気になる絶妙なラインですけれども、ということでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。ラジオやってません。今週のさゆりん予報、ここでリスナーのあなたの生活に絶対に役立つさゆりん予報のお時間です。今週の予報はハッピーネームもけさんからいただきました検定予報です。なんか新年っぽいというか冬っぽい、なんか検定とかお勉強とかですかね。サイコロ振っていきます。こちらです。お、1、なんか縁起がいいですね。今週の皆さんの予報は1、世界遺産検定を取るとハッピー、6つ国際的な教養を身につけて旅行に楽しさをプラスしようということですね。うわー、でもね、多分私ね 1,2,3,4,5,6 多分どれが出てもね縁起がいいって言ってますね。世界遺産か、やばい、全然わかんないですね。でも言うて世界遺産より日本のこう観光スポットとかの方が意外とわからない説あるな。あ、皆さん、宮城松島っていう場所があるんですけど、日本三景の一つなのでそこだけ自信持って言えます。そう、こわず2024年ぜひぜひ行ってみてください。私の写真集の足跡っていう足跡っていう写真集があるんですけれども、そのね松島っていう場所でも撮らせてもらったので、はい、もう写真集も何年か前のあれですね。はい、ありがとうございます。ということで今週も折り返しです。強く生きていきましょう。以上、今週のさゆりん予報でした。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。続いてはこちら、伊達ラジ新コーナー会議。はい、2024年に突入した伊達ラジ、そろそろ新コーナーが欲しいよということで、今日はですねスタッフさんが新コーナーのアイディアをいくつか用意してくれましたので、最終決定権を持つ私伊達さゆりが吟味していきたいと思います。最終決定権、権力を持っております。これはちょっととかって言ってもいい立場にいるということですから、もしこれでいきましょうとかね、大人たちが話し合って一番最後に、はい、私が決めますということで、いくつかご紹介していきたいと思います。まずは、うわ嬉しいね、ローカルネタを募集するコーナーです。はい、こちら説明がございます。東京と仙台の他にお仕事以外でなかなかお出かけしない伊達ちゃんのために、これを知っていればここを旅したも同然、なんなら地元民を名乗れちゃいますよ的な地元情報やローカルネタ、地方ルールなどを教えてもらうコーナー、最終的には情報だけで全国制覇できちゃうかもっていうコーナーでございますね。ローカルネタを皆さんに募集するという、なんかこう最初の一文がねちょっとこうドンピシャで刺さってしまったんですけれども、プライベートでね実家には帰るけど、じゃあ宮城以外行くかって言われると一人で全然どこにも行かないし、お休みは家にこもるし、はい、なんかもうそういうそういう生活が好きなんですよ。好きなんですが、ちょっとこうねより日本をね先知っていこうっていうので、はい、皆さんから教えてもらうコーナーとなります。ありがとうございます。続きまして、リスナーの手料理募集というコーナーでございます。これまで珠玉のレシピを紹介してきた伊達ラジ、そこで1月からはリスナーの皆さんが最近作った手料理や家庭で出てきた料理、とりあえず美味しければ OK な男飯など、皆さんの手料理を画像で募集。凝った料理でも、とりあえずパパッと作った料理でも OK。 ちなみに伊達さんがみんなの料理に触発されて、いつか自分で手料理を作りSNS に載せるのがこのコーナーのゴールです。最後の一文でこのコーナーやめますかね。はいちょっとこれ一旦ちょっと飛ばしますみたいな最悪、最低、せっかく考えてくれたのに
なるほどね、ちゃんとゴールもあるっていうね、目標達成で立てちゃ料理しないからって。いやでも私去年はねブロッコリースプラウトを切ったんですよ、包丁で。それがねやっぱいいね、ただのただとか言っちゃダメない、キュウリとかもうザみんなが知ってるような野菜っていうんじゃないから、ブロッコリースプラウトっていうちょっとこうあの絶妙なとこがね、またちょっとこうなんかお料理できる人感みたいなのがあるでしょ。ごめんなさいね、なんでもないです。はい、ということで続きましてございますよ、こちら伊達ちゃん社会勉強コーナーでございます。はい、声優業界以外の社会勉強をしたい伊達ちゃんのために、いろんなお仕事やアルバイト、さらには部活やサークルに入っているリスナーの皆さんから、このお仕事ってここが大変、ここが楽しいとか、こんなルールや専門用語があるんですよとか、その世界ならではの情報を送ってもらうコーナー。リスナーさんの中にはいろんなお仕事、アルバイト、部活、サークルなどに入っている人がいるので、さまざまな世界を学んで社会勉強していきましょうといただきました。ありがとうございます。これ私はね結構興味があります。はい、大変大変興味があります。はい、すごい権力者、権力者だから言えるこれは。でもこれ気になりますね結構。皆さんね、なんかあのでそれこそね本当にいろんなお仕事だったりとか部活やサークルに入ってる方たくさんいらっしゃると思うのでね、これはちょっと知りたいなーなんて、ぜひ皆さん、はい、こちら実現いたしましたら教えていただきたいです。続きましてこちらラストとなりますこれ面白いですよ皆さん、女優のコーナー恥ずかしいはい、これ自分でちょっと言うのもあれなんですけど、最近女優業もこなす声優伊達さゆり、そこでリスナーさんから届いたお題を即興で演じるミニコーナーをやってみよう。お題は人でも物でも何でもあり、お題は発表せずに演じるだけ演じて、次の回で答え合わせをする形にしても面白いかもといただきました。ありがとうございます。こちらのコーナーをも実現させていただく場合、ちょっとタイトルを女優のコーナーにはしたくないですね。はい、ちょっと変えたいですね。ちょっと恥ずかしいなこれ。いやでも嬉しいですね、もう去年の2023年のね、あのこうお仕事だったりとかをさせていただいた上でのこのコーナーのあれですから、なんかこうより新しさがあって面白いんじゃないかなって感じもありますね。なんか即興で何かをするみたいなのが結構好きだったりするんですよね。あのうまくいくかいかないは別として、あ、なんかお題急に来ました、お題お雑煮とか、お雑煮になりきるってことですもんね。お雑煮、じゃあどうしようかな、今なんか目の前にあのちょっとじゃああの江戸雑煮があるので、ちょっと江戸雑煮になります。オイラは江戸雑煮、お餅が入ってんだぜ、先週伊達ちゃんに秒で食べられちゃったんだぜ、江戸っ子これを俺を食べてくれればみんな江戸っ子になるから、今すぐねえ今すぐ人力車乗ってこいもうちょっとやめとくって言われちゃったちょっと怖いよね、先がこうちょっと重苦しいというかね、なんかこう苦しい姿だって、さゆりが苦しんでいる姿が見えてしまったんでしょうか、スタッフさんには。はい、あ、でもねこちら、もし実現するとなっても一応ミニコーナーですので、ミニコーナーだったら私のねハートの傷もはいすぐ癒せるのかななんて、復活が早いのかななんて思いますので、でもこちらのコーナーねすごい私も面白いななんて思ったので、ありがとうございます。そうだな、もしこの中でもし始めたいコーナーか、でもさっきもあった通り社会勉強コーナーとね、一番最後のお雑煮に今回なりきったあの女優のコーナーですか、な、自分で言うのはあれですけれども、まあちょっとこうやってみたいななんてよりね思いました。はい、ということで番組 X の方でもね詳しくお知らせしていきますので、ぜひぜひ皆さんチェックをよろしくお願いします。そして来週はですね、とりあえず、みんな大好きさゆりすミーティングをやろうかななんて思っております。テーマをね募集しておりましたので、そっちのねお便りもお待ちしております。私を動物に例えると何ですかっていう、ちょっとこう簡単そうで難しそうなお題となっておりますので、お待ちしております。以上、伊達ラジ新コーナー会議でした。
お送りしてきました。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送伊達さゆりの伊達にラジオやってませんまでよろしくお願いします。メールの場合はすべて小文字で date@joqr.net まで送ってください。ね、お正月おはがきとかいただいております。もうね、全部読ませていただいておりますので、皆さんありがとうございます。お便りを読まれた方の中から毎週1名様に番組ステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所、氏名、電話番号をお忘れなく。またこの番組はポッドキャストと A&G の公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜18時にアーカイブも配信されます。そして私、伊達さゆりからのお知らせです。私が渋谷カノン役として出演しています。ラブライブスーパースターリエラの情報に関してはラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。そして2月27日28日に科学技術館サイエンスホールで開催されるアポロベイプレゼンツリーディングライブホワイトスワンネクストに出演します。こちらのチケットなど詳しくはアポロベイ公式ホームページをご確認ください。そして看護ロリワードさんとのコラボ商品が受注受付中です。マウンテンパーカーの受付は終わってしまいましたが、長袖 T シャツはまだまだ受付中ですので、ぜひぜひ皆さんご予約ください。そしてこちらもうすぐですね、2024年始まりの伊達さゆりカレンダーが1月26日金曜日に発売となります。こちら現在予約受付中ですので、ぜひ皆さんチェックをよろしくお願いします。そしてですね、2月23日に公開のオムニバス映画ドラレコレーに出演します。こちらホラー映画となっております。皆さんぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらも同じ日です、2月23日から始まります女優プロジェクト写真展2に参加しております。すごいかっこいいね、お写真ばっかりなので、皆さんぜひ見ていただけると嬉しいです。こちらのチケットは1月13日より発売開始となります。あと3日後となっております。よろしくお願いします。それでは最後にステッカーをお送りするリスナーさんの発表です。じゃあ一番上の方でお願いします。今週当たった方はこの方です。ハッピーネーム、リリカルトリガーさんです。おめでとうございます。あ、クレジットカードの方です。うわ、なんかすっごい最悪、なんかね、あんまり良くない意味に捉えられちゃうね。あんまりね、なんかね、あんまり良くないね。クレジットカードのお便りを送ってくださった方ですね。はい、ポイントをポイントで買いたいという変な欲が出てきてしまい、なかなか使えませんっていう感じですけれども、リリカルトリガーさんのボーダーラインをお聞かせください。私は300円です。はい、ということでステッカーを楽しみにしててください。おめでとうございます。ということで今回の放送をお送りしてきましたけれども、ということで2024年に入りまして第2回目ですね。はい、もう94回、いやー、なんかこうどんどん100回に近づいてって、おめでたいになっておりましてね、なんかすごく私自身も今目の前にお雑煮があるんですけれども、すごいもういい香りに包まれながら、そして新コーナーもね、何やらね、いろんな新コーナーが出てきてすごく嬉しい気持ちもあるんですけれども、待って、これってもう師範には会えないのかって、師範ちょっとこう長期休暇いただいた方がいいのかな、最近うまくいってなかったからってね、ちょっともし師範が出てこなくなっちゃったら、ぜひ皆さん師範最近出てきてないので、呼んでくださいとかって言ったらいつでも飛んでいきますので、はい、皆さんぜひぜひ新コーナーの方もよろしくお願いします。それでは別れのお時間です。この時間のお相手は伊達さゆりでした。またねー。